本日ご紹介する商品はこちらカルリコーヒーさんいつも安価なね,からね前バッグを作ってくれてカルリコーヒーファームさんですね EG1974 ですねこればっかり使用上の注意をよく読んでいきましょう、えー、鋭利なものを入れたり、えー、適度に熱いものや無理な詰め込みをし,なしますと発想の原因となります水合わせまた、うん、直射日光 研磨などの条件により、色落ちや色移りをすることがありますので、ご注意ください。火の元には近づけたり、高温物を側にれ放置しないでください。演奏系漂白剤。ベリンジやシンナー等で、等のアルコール系の活性剤などを使用しないでください。 用意地、くずれのお墨がございます汚れた場合は、水を含ませ、固く絞った布等で、軽く拭き取ってください。アイロンご使用のごしらの場は、アイロンのごしらをおけくださいとね。じゃあもう今度は、4、5159、96、9352、99ですね。 ね、開けげていきましょう。いざ、開封うなぎ。いざ、開封うなぎです。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃ,じゃん,じゃ,んじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。開封パ,パ,パッパッパ,パ,パ,パッパー。お。ちょっと間違えるタイプですね、間違ね間違えるタイプでしたね、間違ちょっとね、間違これだけ見てもわかんない。カルディ。カ 中がね、一番ね、やっぱ、商品性能上大事ですからね。中を見てみましょう。中がね、一番大事ですからね。商品の性能上ね。中が一番大事ですからね。おー、ちゃんとね、銀、銀アルミの S ですね。これはまあ、いいものを見つけたんじゃないでしょうか。お値段はね、えー、まあ、公式サイト、気分次第で貼っておきますんでね。一度ご覧くださいって感じですね。 気分次第ですよね気分,気分ねここ。うん、ファスナーがどうなってんだこうか。ファスナーがね、そうね、こんな感じです。ファスナーはま閉まりやすいですね。ここのビラビラが長いのがちょっと気になりますけどね。まあ、ここも、ここがね、ちょっとっね、さすがに。まあ、これはね、どのバッグも共通ですかね。で、まあ、いいんじゃないでしょうかね。こちら。 カルジコーヒーファームさんのね、フラバッグでした。で、こね、これ、早してみましょうね。うん、中に入れるのは 4kg 前ですロ 4kg ね。4kg、ね、前です。ハンドル部分はえー、約、うん、75ミリです、75ミリ。75ミリだよな、ね。 ま百七十 375mm です。半百七 375mm。はい、こちらです。では、終わります。バイバイ。グー。ポチリンコ、ポチ。